およそ 9km 先、左方向です。今電車で帰るかな、10分ぐらいかな。あ、チートセ30分ましょう。あ、じゃあチートセから空港からここまで7分ぐらい。電車こんな早いの？南千歳っていうところまでは3分ぐらい。あ、そう、なんで車こんな時間かかる？
村子って信号見えへん。そうやな。だってなんでやろうと思ったら。ああ、そう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 。僕も最初もなんでやろうと思ったら、でこの隣のトラックのブレーキのあのエンジンの音、あ、ほなこの人も止まるからあの赤かなと思う。僕も見えへんかった。見えへんよね。うん、ああそうそうそう。高いところもそれ。そうそうそう。あ、こっちも、え、なんでやろと思ってた。で、あ、こっちは、これ、うーん、あ、こっちも止まるから、あ、ほんなら赤かなと思って。トラック多いからな。そうそう。ほんと高いのこれ。確かにね。これ全然見えへん。これだけやろ、これ他ないやろ。だから見にくいね、これは。すごくて感じてたね。だからシンガポールたまにやな、ちっちゃいの信号あるやろ。あるな。あれ何わかる？わからん。たまに止まるところ、あれ、あ、これほぼはね、ああいう歩道の信号やね。これ人を渡るだけ、うん、ジャンクションじゃないね。で、こんなところは車と信号近いだから、上は見えないやろ。で、ほんでこれそこでつけて、ほんでドライバーが見えるようにあのつける。だから近すぎると見えないから、ね。あのジャンクションの場合は向こうの信号見えるから、ステーションはもしかしたら天神してもディープを来ないのことで、あのモーリスがオーストラリアから、うん、なんかあそこを開くわけやん、オルフェイから暮らしてオルフェイから無理やとか性格が悪いから長い長いから
からないけど速度操作を検知しました。シャッフルする安全運転を心がけましょう。ディープ出るかもしれない。ディープ出てこない。ということは今度来るときはやっぱりあれなんだっけ、あの種付けのシーズン終わった方がいいな。ディープは会えるように。ディープは会えるけど予備に高い人多い。いやいや、じゃああのなんというかな、あの種付けの後ででもどうしよう。はい、例えば10月10月ハイシーズンやつ。え、ハイシーズンなの。なんで、まあ、体育の日とか連休やん。え、あ、そう9、10、11と全部あんねん。9、10、11、12と全部あるねん。8も同じやんか。ゴールデンウィークだからね。あれ8はあれお盆やろ。お盆やから高いんや。高いやろ。8、9、10、11、12と高い。で、だ10月から雪降るから10月はまあ大丈夫と思うな。その時はあのちっちゃい雪やろ。まあ、この辺は大丈夫と思う。チェーンはいらんと思うね。冬でもここもビーチャーを見てみたい気がする。10月がピークか。およそ700m 先、左方向です。で、なんていうの、あの収穫の時やから美味しいや。まあ値段チェックしてみたら高いかもね。うん、チェックしてみる。およそ300m 先、左方向です。まもなく左方向です。10月はまだ11月中ぐらい。10月はあの普通は10月の時はあの左です。中学校4年生の何というかな、シンガポールは中学校4と5があるやろ。で5じゃなくて4年生 の, あの試験、だから10年間の勉強の試験ね。ということはそれで分かれるんです。もう、あ、じゃあ分かれるじゃない。10年間の、あの中学校4年生の勉強、あそこはあなたはどの大学行けるかとか、大学じゃない、高校とか、あれ、うん、あの、すくり分けるみたいな。あれ感じね。専門学校行くか、大学行くか、あ、そう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 、留学するか、はいはい、就職するか、そう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 、決めなさいって言います。そうそう、あれ感じね。専門学校か、あの、いう大学の高校か、だって高校の場合は何もできないの。それ次は大学行かないともう何もできない。高校出たら実は仕事難しいね。うん、そうそう、難しい。だって高校はただの勉強、あなた勉強はここまでレベルあるでも仕事は何もできへんの。だから専門学校は仕事できるレベルだから違う。そうやな、だから専門学校に。そう、だからあの高校はあのシンガポールの高校もイギリスのあの少々ね、うん、あれもアドバンスで学ぶので、アドバンスね、という公共あの教育のことで、で、あの中学校4年生の時は普通教育ね、あれは普通教育というレベルというね。で、これは一般的な人は10年間の義務教育みたいな感じ、うん、で、あの高校2年はあれは公共教育のことで、で、あれは大学に入る準備のためにね。出てんよ。ありがとう。子供やつちっちゃいから。なるほど。隠れた。で、分からへんね、これ。分からへんと思う。お前。
急、目的地周辺です。プリンターもすごいね。 3D プリンターで、 3D プリンターじゃなくて普通のプリンターで簡単にプリンターできる。もうすぐ触れ合いタイムやで。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は18分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。次回は速度変化の少ない運転を心がけましょう。するから影もや。そうそう。ただ今こんな感じだね。で昼はこんな感じだと思ったらよくない。じゃあ横の方が一番いいけど、横はそこはね。